後ろだ。あれ、ちょっとしっくりこないな。もう一回やり直してもいい？これも違うな。あ、そうだ、いっそ高笑いしてみようかな。わあ、はっ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 は。あ、だんだん近づいてきたかも。あ、よしよし、これいいね。それじゃ仕切り直し、いきまーす。ゴッホン。あ、ところまでのこのこと一人でやってくるとは愚か者よのう。だがその度胸と根性は褒めてやろう。なぜならば貴様の仲間を誘拐したのはかの悪名をとどろくハッカー誘拐組織ブラックリベリオンズ。そのリーダーたる悪の女王にして美と破壊と、あとなんかダークっぽいものから生まれたこの私。ヘルアッキーノ様だからじゃあ。ほーら、恐れおののき泣き叫ぶがよいぞよ。わらわの美しさにメロメロになり、メロンパンでも買いに行ってくるがよいぞよ。あ、メロメロをかけてメロンパンって言ってみたけど、今食べたいのはどっちかっていうとくず餅とかそっち系かな。さあ、気を利かせてくず餅を買いに行ってくるがよいぞよ。く、あ、そういえばさ、くず餅ってさ、きな粉多めの方が好きな人が多いけど、私は断然黒蜜派なんだよね。きな粉が多すぎるとさ、誰かと喋りながら食べるとき笑ってきな粉がバフッってなっちゃうじゃない。ほんで服とかテーブルがきな粉だらけになってさ、黒蜜多めにしておくとそのあたりも緩和されて最高に美味しいんだよね。あ、そういえばくず餅といえば関東と関西で色が違うんだよね。関東は白くて関西はちょっと透明なの。あれなんでだろうね。私はどっちも好きだけど原料違うの？あ、アッキーノさん、話が脱線してます。はわー、ほんとだ、くず餅話に花を咲かせてる場合じゃない。誘拐だよ、誘拐。よーし、仕切り直すよ、みんな。おう。ごっほん。おう。こんなところまで、のっこのっこと一人でやってくるとは、なんともまあ、愚か者よの。だが、その気合とモブ顔は褒めてやろうぞよ。なぜならば、貴様の大事なフレンズを誘拐したのは悪逆非道と悪名をとどろくハッカー誘拐組織ブラックリベリオンズ。そのリーダーたる悪の女王にして花と、あと、ああ、もう何でもいいや、なんかそれっぽいものから生まれたこの私、ヘルアッキーノ様だからじゃん。むおひょっほ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 。ほーら、断末魔を叫び絶望に震えるがよいぞよ。わらわの美しさにめんろめんろになり、夕張メロンパンでも買いに行ってくるがよいぞよ。あ、めんろめんろをかけてメロンパンって言ってみたけど、今食べたいのはどっちかっていうとくず餅とかそっち系だよ。ぜひとも気を利かせてくず餅を買いに行ってくるがよいぞよ。黒蜜マシマシでお願いしてくれるとポイントうなぎ登りぞよ。あ、あれってさ、
きな粉てんこ盛りの方が好きな人多いけど、私は断然黒蜜派なんだよね。きな粉多すぎると誰かと喋りながら食べてるとき笑ってきな粉がバワッってなっちゃうじゃない。そんで相手の服とか相手のテーブルとかがきな粉だらけになってさ、黒蜜マシマシにしておくとそのあたりも緩和されて最高にデリーデリシャスなんだよね。え、話を先に進めてくれって？うわ、本当だ。くず持ち話に花を咲かせている場合じゃない。誘拐だよ誘拐。おっほん、よくぞ話を元に戻したのチャレンジャーよ。よほどわらわを守護する闇の獣とその牙を交えたいと見える。その意気やよし。ならばその願い叶えて信じよう。いでよ地獄の365丁目より生まれし獣たちよ。うわー、くるるくっくっく。自分がどういう相手に仲間を奪われたかようやく分かったようじゃな。だが今さら後悔しても後の祭りのずんどこ節なのだ。本当の地獄をとっくと堪能するがよい。ではこれより身の代金の話に移るぞよ。大事な仲間を5体満足で返してほしくば今すぐ現金5000円を差し出すがよい。くっくっく。どうじゃ、学生さんにはちと痛い金額であろうぞよ。アッキーノさん、その額だと多分払えちゃうんじゃないですかね。え、嘘。学生さんに5000円はきついでしょ。社会人でもきつい人はきついって聞くよ。でも5000円とかしょぼすぎっすよ。もうちょっともらっとかないと。ヤスス君、100ポイント減点。ええ、考えても見てよ、5000円あればアグモンやガブモンにたくさんご飯を買ってあげられるんだよ。言ったでしょ、私たちはテイマン、ハッカーとは違うって。ハッカーにはデジモンはただのデータだってバカにしてろくにご飯も食べさせないやつがいるけど、私たちは違う。デジモンの生活の質 BBQ を高めることもまた私たちテイマーの大事な使命なのである。さすがっす、アッキーノさん。それを言うなら BBQ じゃなくて QOL っすけど、クオリティオブライフっすけど。そうよ、そのクリスピーオブライフを高めるためには何が必要だと思う？金よ、テイマーには金が必要なのよ。愛を維持するのだって金が必要なの。友情とか知力だって金で買う。私たちはそんな時代に生まれてきたのよ。この世はポイズンなの。オールを人に任せちゃいけないの。すいませんした。自分が間違ってたっす。俺バカだったっす。これから心を入れ替えるっす。むしろ俺がアッキーノさんに5000円払うっす。払わせてくださいっす。分かってくれて嬉しいよヤスス君。その成長に1億ポイントプレゼントだ。やったっす。アッキーノさん、水差すようで悪いんですが、やっぱりあんまり少額だと迫力ないですよ。一応誘拐ですからこれ。え、あ、そっか。あ、じゃあ1万。せめて2桁で。じゃ、10万。無理。そんなにもらえないよ。私お年玉だってそんなにもらったことないもん。さすがにかわいそうだよ。ロキア、10万円ってそんなに大金なのか？そうよ、
何せ10万円あれば極上肉が10個も買えちゃうのよ。10個も？さすがにそれはまずいよ。でしょでしょ。うん、よし、やっぱお金はやめよう。待たせたわね、ぞよ。そうかそうか、金は用意できないというのじゃな。大切な仲間を人質に取られておきながら、その強気な態度、わらわもなめられたものじゃ。ならば力ずくで取り返してみるがよいぞよ。みんなのおかげだよ。強かったよ。自分を責めないで。アグモン、ガブモン、ハッカーバトルの勝敗を分けるのはハッカーの力量。私が未熟なのが悪いんだもん。この仇は必ず取ってあげるからね。さあかかってきなさい。今度はリアルファイトで勝負。あ、やっぱリアルファイトは痛そうだから、ホットドッグ早食い競争で勝負よ。ワンコそば早食い競争でもか。どうアッキーノさん、落ち着いて。王女の目的を忘れちゃダメですよ。あ、そうだった。笑った。悪い、驚かせちまったよな。この誘拐な、実は俺のいたずらなんだ。エデンでお前と別れたから店にも居づらくてさ、行くところなくてうろうろしてたんだ。そしたらこいつらと会って意気投合しちまって、お前を呼び出すのに一芝居打ってもらうことになったってわけ。びっくりさせてごめんね、千歳の後輩くん。あたし、白峰ノキア、ゲイマーチームリベリオンズのリーダーだよ。この子たちはアグモンとガブモン。あたしたち運命の固い絆で結ばれたパートナーなんだよ。ろしくね。ねえ千歳、もうお芝居はおしまい？ああ、アンガタな、お前らのおかげで助かったぜ。よくわかんなかったけど楽しかったね、ノキア。うん、名演技だったよ、アグモン、ガブモン。あれ、君どこかで。あ、思い出した。ほら、ハグモン、この人クーロンで怖い人に追いかけられた時に助けてくれた人だよ。ああ、本当だ。僕たち、君あの時は助けてくれてありがとうね。ありがとう。あ、そっか、君がアグモンとガブモンを助けてくれたんだね。私からもお礼を言わせて。君が助けてくれなきゃ、私だってアグモンとガブモンに会えなかったんだもん。それにしても見事に騙されてくれたわね。本当に誘拐だと思っちゃったでしょう。いや、多分最初からバレバレだったと思うっす。アッキーノさん大根役者すぎっすから。ウッドだ。ハリウッド女優ばりでオスカー賞確実本の演技だったよね、アグモン、ガブモン。ハリウッド女優、オスカー大根役者ってない。それ美味しい。もう
食いしん坊なんだからな。変なやつらだろ。でもこいつらのアホなノリのおかげでだいぶ気が楽になったんだ。迷ってたんだよ、お前にリュウジのことを話すかどうかさ。でも知りたいだろ。そうだな、これ以上黙ってるわけにもいかねえよな。俺も腹をくくるよ。あいつはな、神城と裏で組んでいたんだ。